はい、キタ太郎です。ちょっとこれはね、皆様ね、お父様、お母様、おじい様、おばあ様、ね、お兄さん、お姉さん、皆さんも考えてね、いただきたいと思うことがあるんです。あのー、私、これメンバーシップも入っているし、イベントにも来ていただいている、まあ、ある方からの相談なんですね。この件に関して少し伏線があって、えー、お子さんがいるんです。 女の子ね。で、少し前に、その、大学に通っている。えー、10代ギリギリです。で、今は安定している気持ちが。だけども、人はどうして自分のっていうね、 命を。これ本当ね、これ YouTube ひどいな、喋れないの、ね。うん。あの、っていうような疑問はあって、ちょっとそういうことで、あの、悩んでいた時期があった。で、今は全然、その、えー、大学に行っているんだよね。中学のぐらいからそういう悩みにぶつかってしまった。うん。うん。っていうことがあって、でも今は、うん。 大学まあこれ内容いろいろ細かく言っていくとあれなんで関東地方の大学、えー、陸上部あのマネージャーをやっている本人は協議をしているわけじゃないまあ陸上部なんで男女で一緒に合宿とかあるわけですねうんそしたらどうなったか 関東の大学ってあそこじゃないのまあ、それ言っちゃうとね、いろいろまたそういうことになっちゃっていけないので、ね、その合宿しているところに、温泉旅館で、まあ、男女、まあ、部屋は別ですけど、合宿に行ったわけですよ。したら、あの、まあ、女の子なんで、他の人と、こう、一緒に入るじゃないですか。したら、壁とか、どっかか、まあ、 スマホが見えた。ね。盗撮ですわ。で、そのスマホ自体も見覚えがあった。っていうことは知っている。同じ部員なわけですよね。で、これはやばいなっていうことで、まずいなっていうことで、相談する。ね。えー、他の、 部員の人とかに。で、これはどういうことだって、監督とかいろんなことになって調べる。そしたら、まあ、男子。ですわね。がやったってことは分かったわけです。さあ、こっからどうするってことですよ。ね。もう、こういう時代です。 なんか学校とかをオにみたいなことになるんだけど、そんなわけにはいかんよねっていうことで、結論的には、うん、どうも納得いかないような動きがあるから、私のところに相談してるんだけど、警察には、えー、と、学生課には連絡をしていると。で、両親伴って旅館とか現場検証に行くというようなことをする。うん、まあ、ここまで大きな事、大きな事件というか、まあ、うん。 あの、形にはなって係数が入っているんで。で、こっから皆さんならどう持っていくのが現代社会のありようだと思いますいや、よくよく考えて複雑ではあります。うん。本人は大学1年です。同じ部活です。犯人は男子4年。 で、一緒に入った人は、もう、取られた人まあ、二人いるわけだから、まあ、他にもいるのかもしれませんよ。今回のこの件に関しては、もうやめてしまってる。だけども、なんで悪いこともしてないのにやめなきゃいけないんだっていう思いもある。でも、自分の裸を取られているかもしれないっていうこともある。こういう場合、どういうふうに対処するのか。相手も、やっぱり、 で、実際、まあ、これ、刑事的な判断に行くと、この状態で逮捕はないと思います。いや、膨大な盗撮リストみたいなのが出てきたりして、うん。明らかに、その位置が不法侵入であったり、えー、それが、あ、でもこれ、自動ポルノのなるのかなこれ、10代。19歳だとどうなるの これも微妙なんだよな。18歳未満だったら、これ、成人になるのならの対象者がこれ、例えば中高生とかだともっと重くなるのかおばさん、おばさん、っ熟年だったら OK、中年だったら OK で若い子はダメってわけじゃないから、これだ、あれなんだけど、えまあ、多分、よっぽどのことがない限り逮捕はない。ただ、 送検される、えー、罰金刑ぐらいだと思うんですこれ、うん。だけど、これは普通は学校とした退学まあ、部にはもう、うーん、えー、だから、刑事、民事、慰謝料っていうことになりますわね。部には、学校としてはそれは無理でしょうね。えー、信頼関係がある、えー、 部活動の一環で、だけど、このもう、止まってやるっていう行為がもうダメなんじゃない昔から合宿っていうなんか聞こえはなんかいいけど、それ必要なのかなっていうのもありますよね。こんなことして。合宿して、いくらそのスポーツの競技が強くうまくいくようになっても、この、このね、心の傷。だ,だから、私、前に言ってるのは、 こう、そういう気持ちになってるってことは、心に、ちょっと、うん、うんなんて表現したらいいんだろう。うん、だからこれを弱いと言っちゃいけないし、うん、かといって繊細というか、そういう、えー、繊細って言っておきましょう。繊細の持ち主の女の子なわけですよ。ね、これが楽しいわけじゃないよね。その、えー、一緒に行った先輩っていう女の、 この部員はもう辞めているって気持ち悪い。で、これ相手を辞めさせるのかどうするのかっていうことなんだけど、うん。で、それもあるんだけど、このお子さん、親から見たお子さんの気持ちをどうこれ、数えて大丈夫って言ってるわけじゃないけど、こういう子がそういうふうになった時に、ここのところのケアのところまでどういうふうにするのかと。ね。今は何もないそうです。うーん。 で、この実行行為をやった犯人のほかその撮影した写真を見た他の男子部員もいる。で、今回はその見た部員も大事な試合には出られ,出られないというペナルティは与えられている。だけどさ、これ、いや、これ意外と問題。 それはどうなんだうん。これは深刻な問題だよねこれ見ちゃってるわけだよね肌子どういや、これ。いや、困る。親の立場とか考えたら許せないけど、でも、じゃあ、 見た人たちでもどういう状況かわからない。いや見たい見たい見たい。何何なんだろうってなのか。お、これ見て。というか、もうそういうことが横行されている。要するに、私はもっと厳しく行くのは、このやった人間になんでこんなことになった。この、毎年毎年の、えー、合宿でそういう習慣が今まであったのか。代々の、首相なりキャプテンが、その、 なんていうの取る役目でその時に見て、だから、ここの場所からこうやったら取れるよ、みたいなものが、伝統としてあったら、許す、許せないですよね。この場合、監督、コーチっていうのはどう責任取るんだ、これ。うーん。じゃあ、これ学校の対応によっては、これ学校どう保障してくれるのこの。 っていうか、もうこれで、やめたかないけどじゃあ他みんなやめさせるって、いや、だったら、いや、部がどうのこうのって言うなら、きちんと、同じような条件、同じような状態で学校を変わって、変わらせる費用から何から学校側からこの子にしてくれよって話になりませんこれ。同じ条件で。取られてみられたっていう行為に対して、どれぐらいのペナルティと保証をしてもらえるのか。 うん、施設の問題は、でも、旅館っていう側にしてみたら、うん、でもそういうのって絶対、急に思いついたわけじゃなくて、伝統としてあったんじゃないのそれ。うん。というかさ、もう気持ち悪いのがさ、その、男女でやってる練習とかやってる中で、いろいろ、 やってる中で、もうそういう目で、男は見てるか。女の子の子。でもそれを好意に移しちゃダメだよな。ひ、卑劣だよな。これしっかりけ、もうこれ事件にしてちゃんと、いや、事件にするとだってこれ、被害者の頃、取り調べがな。裁判に行ってなんてこう、取られてるだけなのに、取られてたらどう思いましたかなって、どういうこれ取り調べするんだ。 うーん、割られてるわけでもない、実行行為をされてるわけじゃないからいいって問題じゃなくて、信頼関係で一緒に、こう、うん、やっていく中で、盗撮みたいな形で撮った、まあ、写真なのか動画なのか、わかりませんが、 それを共有して男子部員が見ている。自分のその見られたくないところを知っている。そしてその状態でこれからその人たちが辞めていくまで一緒にいなきゃいけないってかなりの苦痛ですよね。なんでこの子が辞めなきゃいけない辞めるのはそっちでしょ学校の基準はどうなんだろうこの場合。大学関係者の人たちどういうふうですかこれ。部の規約とか、運動部の。 例えば陸上部はそうだとか、えー、バスケ、ば、ま、まあ、そうか。陸上だと一緒になってるからあれだけど、例えば水泳部だとか、えー、男女ペアでやるような競技だとか、そういうなんか学校にそういう基準ってあるんですかね、これ。その場合の処分、ペナルティ、医者料、学校や部が、 この女の子に謝罪や保証っていうのはするんでしょうか訴訟対象になって居づらくなるっていうのはなんか納得いかないですね。ちょっと皆さんの意見。ね、皆様の意見。学生さんの意見もあると思うし、お父さんの意見、お母さんの意見。うん、まあ、先生側、学校側、司法側。 いろんな意見がありますんで、これ簡単じゃないですよ。皆さんどこでも起こりうる話じゃないですか、これって。こういう時どうやって対処すれば一番いいのか。どうすれば納得するのか。まあ、納得はいかないと思うけど、絶対に。気持ち悪いんでね。うーん。つうか、男の人でも、女の人、私だったらどう思うこれ会社だったりね。 あれよりよるじゃないですか。会社の違反旅行って、ま、最近ないけど、うん。例えばそういうことを想定した、自分が若い時って、皆さんの意見をちょっとお聞かせ願いたいです。これはちょっと重要なことなんで。ね、この被害に遭った親御さんもこれ見てます。私、許可もらって、あの、動画にさせてもらいます。で、皆さんにコメントで皆さんの意見をもらいたい。あ、そのコメントの皆さんの意見も、えー、参考にしたいと思いますって言ってるんで、ぜひ、これ、よろしくお願いします。以上です。 はい、蝶駅太郎です。この度、極道楽園、極パラ、ね、第4巻、あの、デジタルで発売します。ね、皆さん見てください。もうね、これ最終巻となっております。ね、世界各国のドラゴンボールやら、海賊をなったりするということでね、終わりを迎えるという、違う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 ,違う。ね。まあ、ここから、これも売り上げが良ければ、また復活するかもしれないということで、はい、皆様にね、愛されております。蝶駅太郎、私のね、 幼少の、幼少のっていう、な、ま、あの、私が会ったことも散りばめながら漫画になっております。はい。で、そうなんですね。これ、ま、ああとですね、こっから続く物語をね、続けられるかどうかは、皆様のね、この、頑張り次第、ね、私も頑張っております。もうこの超駅太郎ももう少しで50万人、ね、まだ登録していない方は登録していただいて、 サブチャンネルももう少しで10万人。ね。もうこれも皆様、本当皆様あっての超役太郎なので、よろしくお願いいたします。以上です。